クッシュー、皆さんこんにちは、加藤です。今回は本日行われた自衛隊のブルーインパルスの曲芸飛行を税金の無駄遣いだと言ってるクソバカたちに説教したいなと思います。で、この手のクソバカたちはですね、本当に何も知らないで何も考えないでめちゃくちゃなこと言ってるんで、ろくでもないなと思う反面ですね、仕方ないなと思う部分もあるので、できるだけ冷静に説教したいなと思います。まずですね、昨今日本の領海そして領空付近でですね、中国軍とロシア軍がどんな軍事行動を行っているのか、具体的にちゃんと調べてください。ちゃんと知ってください。そしてその軍事行動に対して日本の軍人たち、いわゆる自衛隊員たちがですね、命を懸けて対応していることも知ってください。で、一応補足しておくと、自衛隊はね、軍隊じゃないんだといったことをですね、言う日本人もいるんですけど、自衛隊は国際法上軍隊です。なので、例えばアメリカ人に自衛隊は軍隊じゃないんですよと言ったらですね、お前頭大丈夫かと言われちゃいますよ。で、それぐらい日本人ってのは教育のせいなんだけど、国防に対する知識がないというか、何も知らないと。で、これは本当にね、教育のせいですけど、本当にね、やばい状態だと僕は思います。で、話を戻すと、今回ブルーインパルスの曲芸飛行はいわゆる宣伝活動、広報活動なわけですよね。で、これは何のためにやってるのかってことなんですが、まずやはり日本の軍人たち、自衛隊員たちの士気を高める、モチベーションを上げること、そして日本の軍隊、自衛隊はですね、あくまで国を守るため、ね、他国を侵略するための軍隊ではないと、平和のための軍隊なんだということをアピールしないといけないわけですね。そしてこういったアピールがですね、優秀な人間を、まあ、リクルートするというか、優秀な人間に自衛隊で日本の軍隊で働いてもらって、日本の平和を守るために頑張ってもらわないといけないから、こういった広報活動があるわけですよね。なので決して無駄ではない。で、今回ですね、まあ、もっと日本の医療従事者たちにこのブルーインパルスで何だで使ってる税金を使うべきじゃないかといったことを言ってる人もいるわけですけど、確かにもっとね、あの医療、日本このコロナの問題に対して税金を使えるようにした方がいいと思いますよ。だからといって国防に対して予算をかけるのは無駄だっていうのは完全に的外れなわけですよ、ね、日本の平和っていうのは、日本の平和な日常っていうのはただで作られてるもんじゃないんですよ。たくさんの日本の軍人たちの努力によって日本は守られてるんですよ。なんでそこを本当にね、分かってないクソバカたちは本当一回反省した方がいい、マジで。